清志の趣味チャンネルということで、今日は7月の、14かな、水曜日。うん、まあ自分の乗ってる車をちょっと出そうかなと。E の51エレグランド、ハイウェスターの 3.5 の4駆の白、ハイオク仕様の18万キロ走ってますという感じですね。うん、まあサンルーフ以外は、まあ、全部あるという感じです。まあ、ナンバーは 見えないようにはなりますけど、まあ、結構、うん、キーパーコート、うん、やってますから、ここもカメラがあるという感じですね。で、うん、ここはこう普通と違うところはクルーズコントロールで、これカメラ、ついてんで、追従するというやつになります。で、こっち側が、おっと、見えちゃった。まあいいけど、はい。まあこういうコーナーポールがついてます。はい、20年の年式的には平成20年の1月登録で、以上最終期ですね。でも実際の最終期は21年あたりになんか微妙な変わりがあったかもしれない。だから本当エレグランド変わ実際変わったのは22年に52になったので、21年が本当に言う最終かもしれない。うん、で一応これは、こんなような、はい、内装で、ブラックレザーナビエディションっていうやつだと思います。はい、四駆ですね。はい、よく仕様。うん、これで、はい、18万走ってますね。で、一応、うん、これ 5.1 チャンネル。ね、サラウンドシステムっていうのがついてて、うん、あとは四駆で、あとコムテックのドラレコと、それとレーザーが、あ、レーザーだね、レーザー探知機705、こっちが HDR351 を1本でつけてるから、こっちは画像は映らないと。で、レコーダーはこちらで映るようになってますということですね。で、はい、電動カーテンは後付けはできませんのでないです。標準の電動です。でサンルーフはないけど、まあ、ツインモニター。はい、で一応 EX キーパーはやりました。これがスタンドで、これがキーパーラボの、一応こっちがスタンドで多分、ね、普通にくれるやつだと思います。あんまりこれが、うん、キーパーラボショップでしかやらない EX キーパープレミアムという、今年できて LL サイズだから22万から23万ぐらいのやつですね、エルグランドは。はい、これがシールだけど、あえて、あえて貼らないというやつです。今年の1月31日と2月1日の1泊2日にかけて千葉県の柏でやってもらいました。フォトログに、載ってますね。うん、非常にエレグランドの中では綺麗だというふうに言っていただいてます。まあ業務で言ってるかどうかわかんないですけど、まあ一応6年新車よりいいというやつ、ね、でこれはあのサブローっていう326っていうキーパーの薬液をほぼ1本使うらしいですね。あとはもうトントの手間ですね。うん、
これ火がちょっと調子悪いな。うん。で、はい、こんな感じで普通のハイエースターで、はい。普段から使うような方はそういったものも考えたんです。あと曲なんですけどね、なんかこんな感じで、多分最初のこれは中古でワンオーナーで買いまして、まあ結構その人が好きでこのステンレスのスカッフプレートつけてくれたから、この辺は綺麗ですね、うん、まあこっち側はね運転席は前にしてください。人ではない、まあ、危ないと思います。小石はありますけど、まあ、あります。こんなんです。はい、これの駅からちょっと離れてるんで、はい、駅の周りよりは若干静かなんですよね、はい、その辺り土地勘もあったのかもしれない。はい、ブラックレザーナビエディション、はい、本当にいろんなところは綺麗にしてくれてます。いや、はい、中は、はい、18万キロ、その通り、どこまで抵抗するか、18万です。で、4区にするときには、これを、4区、はい、これ2区、デフロックという感じで、はい、こんな感じで、そういうところに追い込まれたら、そういうこともあり得たら必要なで、このタコメーターの下のこの P とか出てる、この幅がね、クルーズコントロール付きのやつは幅が広いです、この表示部が。ですから、これはクルーズ 3.5 でにしかこのクルーズは付いてないので、これを入れると、はい、ピッとなって、走ってる時この65とか65、5キロ単位で設定して、で前の車間 どのくらい詰めますかっていうのはこの車間をやって、そのためにちょっと幅が広いですから、うん、これオンを、はい、オンオフ、こういう感じでこの幅が、広いやつが、うん、このタイプ、レーダークルーズおよびなんだっけ、プリクラッシュシートベルトとか横滑り防止とかなんかセットでオプションで、これが 5.1 チャンネルも、うん、これはセットでなんとかでオプションというやつですね。はい、で、はい、こんな感じでやってます。警察によると、4人は名古屋市に住む男女2人に対し、はい、4ヶ月後には 2.5 倍以上のキャッシュバックですと。で、また、50万円の日産で車検かかった話なんかもまた次にやる時に、したいと思います。今回は一応8分半ぐらいで1回切ります。ありがとうございました。清の趣味チャンネルでした。